豆太郎、出ておいで。豆太郎ちゃん、そこにはもうおらんよ。出てきなよ。体洗ったるでな、後でな、痒くなるでな。豆太郎出てきや、あんた。え、これ、もうそんな顔ってんのしゃあないで。これ、そんな強情ハットランタンと全然動こうとすんねん。これこれこれ。コオロギくれるまで動かんぞみたいな顔しろ、この子。豆太郎。意志が固い瞳をしとるな、これな。あんたも一匹か二匹食ったでしょ。一匹かな。あんたも食ったら出ておいで。豆太郎。豆太郎。おー、出てきてくれた。ありがとう。しししし。食べれるで、こんなカルシウムの子なんて。ただでさえこの子なんか、肌のお手入れ毎日してるの。太郎さん。惜しかったな。でも太郎にはね、一匹ね、ピンセットでちっちゃめのね、あげてますので、ね、食べれなくても大丈夫。太郎もなんかちょっとね、やっぱ動きがね、落ちてきてますね。明らかに。なのでね、ピンセットでたまにあげるようにね、してます。太郎もおじいちゃんになっちゃったかもな、ついにな。本当に時の流れってのはもう残酷ですね。もうね、2年の付き合いですけどね、子さんのメンバーとは。5匹中2匹がね、今年のこの冬にね、実はもう寒さと老衰で死んじゃったんですよね。なったのかな、仲間がな。太郎、まあでもそれも元気は元気だけどな。でもやっぱりなんか2年前の勢いがないな。捕まえるときに庭でね、腹ペコと格闘しましたからね、この、あのすごいジャンプ力で。50センチぐらい垂直飛びしたんじゃないかな、つぐらいのジャンプ力で逃げましたからね。この子はなんかもうボディが美しすぎて、老化しとんのかが全くわかんないですね。太郎とかね、皮膚がたるんできてるんですけどね。世界一かわいい孫やらね、年が感じられません、見た目が。綺麗すぎて、ボディが。さあ、みんなこれがラストですよ。お、出てきた出てきた、豆太郎、奥による奥に、お、出てきた出てきた出てきた、あ、掃除しないとこ行っちゃった。あっちはトサカとネズミ男がおったな。お、来た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 、豆太郎。お、逃げ回った。お、太郎のとこ行った。おー、カサ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 、もう足音聞こえたらでかく育ったもんで、ね、おー、来た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 、おお、太郎がなんかバタ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 しとる。大丈夫か。一匹どっかに隠れたな。おお、あ、太郎の目が本気になっとんな。本気の時の太郎の顔だ、これ。やばい。おー、穴の中入ってった、ネジの穴の中。あ、おー、太郎、あー、コオロギもでかく成長したんで、すばしっこいな、やっぱり。お、太郎惜しい。やっぱコオロギでかい。この後ろ足の脚力で今逃げ切りましたね、太郎から。あー、土管にもう一匹おるか。どっち取ろう。豆太郎の横と、斜めにしようか。こうやってやるか。お、まだあの円筒の中入ってた。お、太郎。食った太郎。あ、え、食った、ダメだったな。ここにおるな、でもな。まあ、豆太郎が円筒圏の中入っちゃったわ。あんたまた体痒くなるで。カルシウムの粉がついて洗ったるけど、後で。
で、ておいであんたそこにはもうおらんよ。マメタルでもすごいな、ちょっと賢くなったな。この中にね、コオロギいつも入ってるもんで、自分から入ってきましたね。めちゃくちゃ賢くなったな、マメタロウ。タロウ全然出てこんな、土管の中からな。おっと待って、ちょっと待って、タロウごめんごめんごめん。穴の中でな、2匹カエル寝とんだけどな。太郎、土管の中から出てこんくなったな、コオロギ。太郎の方に行っとるな。おー、太郎やっぱちょっとあそこ狭いか。太郎が苦戦してますね。あー、ほら穴逃げてっちゃったな。一応穴は塞いではあるんですけどね、完全には塞げてないみたいですね。さ、豆太郎、あんたちょっと豆太郎、ちょっと豆たらそこの場所がな、霧吹きがちょうど当たらんとこなんだよな。皆さん分かりますかね、この僕が言ってる霧吹きの先端がですね、ここまでなんですよね。こうするか。おい、ちょっと水圧強いけどな、豆たらごめんな。あんたかぶれるで、なんかかゆそうな人できない。あ、なんかビクビクな、大丈夫か。まあこんだけ水かきやな、あと風呂入るんでね。これどうした、世界一かいもある、あんたも水ちょっとかけたろうか。壁にへばりついたかな。よし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 。さあ、まああと全体的にちょっと雨を降らして。雨降らすとね、コオロギ出てくる時あるんですよ。なんかと勘違いして。よしよし。今日は出てこんな。お、豆太郎の肌がすべすべになった。よかったよかった。さあ、というところでね、今日のエサで終わりますね。皆さん、ご視聴ありがとうございました。